BFM からお送りしている津村町のいい加減なイブニング。妻の誕生日にカレーを作っています。3日後が誕生日です。妻は3日後のカレーが好きで。あ、優しい旦那さんだな。ただいろいろあって今年は一人です。ちゃん、俺ももうよかとしゅうがい。父ちゃん、何もできなかった。テレビジョンの中の君はいつも僕を笑わせて消えた。いつもへんてこなくて